このブロマイドめっちゃかっけえな。うわ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 。重忠様、何を見てらっしゃるんですか。これか。これはな、伊達政宗様、そしてモニアマン長谷倉杖長が取ってきた爆破ブロマイドセットでござる。おお、あの特撮の聖地岩船山で撮った貴重なブロマイドでございますね。そうなんじゃ、もうかっこいい写真がね、もうたっぷり。わあ、すごい。ほらほらほら、爆発してます。おお、ほら。おお、モニアマン、すごい。いやー、ぜひ皆様にも見ていただきたいですね。あれ、シュゲさん、こちらは？これか。これはな、こたび新たにグッズに加わった伊達武将隊オリジナルタンブラーでござる。もしあの真空二重構造で中の飲み物の温度が変わらないという、うん、あのタンブラーでございますね。そうなんじゃ、1年を通して使えるわけじゃ。しかも2種類のデザイン、旗宗様と、あとこちら水玉のデザイン、夏ですね。いや、これ絶対ビール飲んだら美味しいですよ。そうなんだよな。ですね。あれ、しげさね様、こちらは。お、これか。これはな、わしがデザインしたケムシ君 T シャツでござる。あの有名デザイナー、伊達重忠様がデザインした T シャツでございますか。そうなんだ。ちょっとこのポケットからケムシ君が出てるみたいになってるじゃないですか。そう、ポケットからケムシっつってな。ポケムシですな。ケムシなんじゃな。可愛らしい。そう、ポケットケムシ、うん、サイズはこちら。あ、わしが今着てるのは男女兼用サイズで M サイズでございます。うん、全然余裕ですね。そうなんじゃ。で、こたびはこの M サイズと、そしてもう一つ L サイズの2種類のサイズを用意しとる。なるほど。じゃあお好みによってちょっとダボっと着たい方は L サイズと。そうなんじゃ、選べるということでございますね。うん、じゃあ、もう夏にぴったりじゃないですか。そうなんだよ。この夏は伊達武将隊グッズで決まりじゃー。